はい、どうもこんにちは、ケンユウです。今回ですね、ちょっと衝撃的だと思うんですけれども、種から栽培している未生樹のアボカドの木にですね、なんと花がいくつか、来ました。なのでその様子をちょっと紹介したいと思います。基本的にアボカドっていうのはですね、接ぎ木がなされるんですけれども、まあ、未生でやるとですね、結構結実、開花結実まで時間がかかるんですね。まあ、平均6、7年と言われてますけれども、まあ、最長では14年とかですね、まあ、かなりの、まあ、長期の時間を有するということで、まあ、大体は接ぎ木で、やられます。まあ、未生樹で花が咲くっていうのはですね、結構根気がいると思うんですけれども、まあ、今回うちらのですね、木、約5年生の木がですね、かなり開花しておりますので、ちょっと紹介したいと思います。まあ、平均よりもかなり早いと思います。はい、ということで今回も楽しんで、ご覧いただけたらと思います。どうぞ。ノコギリでですね、ここノコギリで一周傷つけるんですよね。こういう風にはい、まず1本目はこの木ですね。この木も未生樹で、花が咲きました。はい、でかなりね接ぎ木かよってぐらいかなりぶわっと咲いてます。はい、今オスステージですけれども、こんな感じですね。まあ、西インド諸島系の形質を強く引き継いだ、未生樹なのかな。まあ、未生でやるとですね、またちょっと詳しくお話しさせていただきたいんですけれども、まあ、系統がちょっと変わってしまいますね。やっぱりその花粉がどこから飛んできたかわからないと、いうことで、まあ、未生からやると、まあ、品種がですねちょっと変わってしまうということがあります。はい、こちらとで横のこの木もですね、なんと未生樹なんですよ。はい、未生樹で、またこれはですね、直立型の形質を出しておりますけれども、花が咲いているんですよね。はい、上の方を見たらわかるかな。あ、ちょっとこれかな、これとか見たらわかるんですけど、花が咲いてますし、この辺もちょっと待ってね。はい、うん、花が咲いてますよね。で、ちょっと見にくいかもしれないけれども、ちょっとズームしてみます。はい、こことか見てください。はい、花咲いてますよね。ほら、結構咲いてるんですよね。うん、で上の方もですね、ほらほら咲いてる。ほら身長高すぎて取れないけど、はい、ベーコン張りにですね直立、しておりますね。はい、うわ、すごいね。これが一応2本、ここが、咲いております。で、開花をですね早めに促したいっていう時はですね、やっぱり環状薄皮が、とてもいいというふうに言われております。はい、で花芽がですね来るのがだいたい冬なので10月ぐらい、もしくは、9月ぐらいにですね、環状薄皮をしてあげるっていうことが必要です。でこれちょっと剥いでみますけれども、あ、これ11月15日にやってるな。はい11月15日に、環状薄皮してますけれども、ちょっと剥ぎますね。ノコギリでですね、ここノコギリで一周傷つけるんですよね。こういう風にギコギコギコと、うん、でこうすることによって開花が早くなる、という風に言われております。はい、ここですね、うん、一周やってます。ここがノコギリでだいたい2、3ミリかな、の、ノコギリの葉の厚さですね、1ミリかもしれない。はいでぐるっとやりました。はい、で、ここ傷が入ってですねちょっと酸化するかもしれないので、この辺の、処理として、ガムテープで覆ってあげると。でこれをやるとですね、かなり開花結実がですね、2年ぐらい早まるっていうですね実験結果があります。はい、前回僕も動画の方で紹介したんですけれども、未生樹の開花を誘導するためにはこれがですね必要であるというふうに言われます。で
あのアボカドだけじゃなくてですね、これ果樹一般的になされる技で、あの例えばブドウとかですね、やられますし、アセロラとかもですね、この環状白皮、なされます。この木もですね未生樹ですけれども、これ毎年環状白皮をしてるのかな、うん、あのやってて、今年が初めて咲いたっていうことですね。はい、こっちもちょっと見ていこうか。はい、うん、こんな感じでちょっと傷をつけてますね。はい、ここついてないけど、うん、こんな感じ。はい、こんな感じですね。あの一周傷をつけてます。この環状白皮というものをすることによって、まあ、あの木がですね、あの死ぬかもみたいなそういったあのスイッチが入るみたいです。で、子孫を残さないといけないということで、花芽がこう誘発される、ということがですね言われております。はい、環状白皮の様子をお届けさせていただきました。もちろんですね、環状白皮をしたからといって、まあ開花が確実に起こるかっていうとそうではないんだけれども、まあ、研究によるとこの環状白皮がですね花芽の誘導を促す、ということがあり、まあ、未生樹でもですね大体は2年ぐらいは、まあ、開花のスピードが速くなるんじゃないかというふうに、言われております。はい、で、僕たちの圃場でもですね、まあ、ある程度木の大きさが 4,5 年経ってしっかりしていて、で葉っぱの枚数もそこそこ良くて、まあ、接ぎ木をするのはちょっとでかすぎるなみたいな、そういった木に対してですね環状白皮を今回やったんですけれども、まあ、あのかなりいくつかの、高確率でですね花が、誘導されてきて、おおすごいなというふうにも思っております。ただちょっと今回ですね環状白皮の、まあ、メリットしかこうお話し、していないと思うんですけれども、まあ、少しですねこのデメリットの方も、ちょっと共有しておきたいと思います。はい、で僕の、あのサロンの方にですねちょっと投稿させていただいていたんですけれども、アボカド、まあ、あのこれアボカドによらず果樹全体的にそうだと思うんですけれども、やっぱり環状白皮によるデメリットも、ありますので、まあ、この辺ですね、やる側がしっかりと理解して、やるっていうのが大事です。でいくつかですね環状白皮の、デメリットを挙げております。一つがですね葉っぱが、黄変する、白化するですね、黄色くなったり白っぽくなる、これはですねやっぱり、まあ、光合成をするための葉緑素がですねちょっと抜けてくる、ということですね。なのでしっかり時期を間違えてはいけないということですね。あと、開花中の落葉、こういうのが見られます。これも時期を間違えた、場合とか、あと環状白皮をする幅の問題ですね。幅が大きすぎると、このような開花の、落葉とかですね、葉の黄変、みたいなのがあります。他にもですね、種なし果実が増加するっていうことも言われます。花がたくさんぶわっと咲いて、開花結実を行って受粉がしなくて、ちっちゃい、なんだろうな、まあ、種なしの果実がポコポコっと増えやすいというふうに言われております。他にもですね光合成能力の低下が、見られる、とかですね、で、まあ、やりすぎると根っこの生育が悪くなるとか、でアボカドに特有なんですけれどもフィトフトラ根腐にやられやすくなるとか、まあ、この辺の、デメリットもあります。なのでむやみやたらに、たくさんやってもいいんだとか、気が小さいうちにやってもいいんだっていうのは、あのちょっと、まあ、考える必要があるのかなというふうにも思います。はい、僕の、まあ、オンラインサロンの方にも詳しくは書いているので、ちょっとそこを見ていただきたいんですけれども、軽く紹介しますと、環状白皮の、まあ、生理学的影響ですね、なぜこの開花が早いのかということなんですけれども、まあ、これですねいくつか分かっていることがあるので紹介しておきます。環状白皮を行うとですね、光合成によって得られた、炭水化物ですね、これ有機物とか、他にも植物ホルモンの、オーキシン、などの脂肪輸送がですね、中断されることになります。環状白皮といってこの、まあ、外層を剥ぐことによって、脂肪がですね外側にありますから、で、まあ、あの受胎でですね作られた有機物や、植物ホルモンが、下側に転流しなくなる、ということなので、上できちんと充実して作られて花芽が出る、ということですね。はい、で、この処理によってですね、開花、早期開花が行われる一方で、やっぱり、葉っぱの黄変とかですね、まあ、こういったものも、見られると、まあ、やりすぎ注意ですね、こういった、まあ、視覚的変化っていうのもですね、観察できるということですね。まあこれはですね、環状白皮の幅とか、まあ、時期を間違えた、とかですね、こういったもののストレスレベルに、よるというふうに言われてます。で、まあ、アボカドのこの環状白皮の影響はですね、2004年にゴレンさんという方が、文献を書かれていますので、ぜひこれ読んでください。あの大きい本ですね、ジ・アボカドっていうですね、ボタニープロダクション&ユーセスかな、っていう文献が、あの大きいですね書籍があるんですけど、これちょっと2万円ぐらいでちょっと高いんですけれども、まあ、お手元に1冊あると非常にいいのかなというふうにも思います。僕も結構読み込んでですね、サロンにちょっと投稿させていただいてるんですけれども、本書の中でもやっぱり環状白皮によっていい面と悪い面っていうのがちゃんと紹介されていて、まあ、これ品種によっても影響の違いがあるよっていうことが言われてます。例えばですね、あのイスラエルの、まあ、5つのアボカド栽培品種を用いた研究みたいなのが本書で紹介されてるんですけど、ハスの木では
では特に黄変が見られた、ただしオーストラリアのフェルテの木では観察されなかったとかですね、まあ、あのこれイスラエルの話ですけれども、まあ、いろいろ、紹介されてます。イスラエルの開花速度を調査する研究も、内側で紹介されてるんですけれども、ここでは環状白皮を行うと開花が2ヶ月以上も早くなる、ということが、分かりました。まあ、未生樹だけじゃなくて、あの一般的に咲いている、一般的に毎年花が咲くよっていう木でも環状白皮をすると、開花の、日がですね2ヶ月前倒しになった、ということですね。で、この処理は、秋にやる必要があり、冬に処理しても効果はかなり小さくなった、まあ、時期の検討もなされております。はい。で、まあ、イスラエルの方ではナバルっていう栽培品種があるんですけれども、このナバルにやると、開花中の落葉が非常にひどいっていうことが報告されてます。なので、木によってもですね、まあ、あのうちらの圃場も、いくつか木があるんですけれども、まあ、やっぱり強いものと弱いもの、ストレスに弱いもの強いものみたいなのがあって、環状白葉をして、渋、輸送の中断をさせると、まあ、一気にですね樹勢が弱まる、品種もいくつか、あるっていうことがあるので気をつけてください。またいくつかの、本書で紹介されてるまたいくつかの研究では、やっぱり収穫時の種なし果実の数が、増加したっていうことが報告されております。はい。で、こちらのこういった果実はですね、例えばマンゴーでも見られるようなのミニマンゴーですね、胚が成長してない小さなマンゴー、ミニマンゴーがあるんですけれども、まあ、そういったような果実ですね、まあ、言い換えると、まあ、環状白皮っていうのは種なしの単位結果フルーツを、増やす可能性があるっていう技術、であるっていうですねことが言われております。で、正しく環状白皮された、幹とか枝とかではですね、木部を介して、まあ、上向きの予想、まあ、内側の、形成層の内側にですね木部っていうのがあって、その外側に支部っていうのがあるんですけれども、環状白皮では支部を、取ります。木部の方は生きているので、この木部を介して上向きの輸送ですね、例えば、水とか、ミネラル、そして他にも溶質とかですね、その他、代謝物には影響がない、です。なので、根っこから葉っぱまでは、通常通りこの水とかですねミネラルっていうのは、きちんと送られます。はい。で、環状白皮をするとですね、やっぱり、その地下部じゃなくて地上部上の方の、光合成による、有機化合物、これ炭水化物になりますけれども、こういったものとか、あとオーキシン濃度の増加っていうのが、多くの研究で報告、されております。で、まあ、種なしが増えてるっていうことなんですけれども、まあ、本書によると、まあ、環状白皮をした木の、根っこから、樹幹へサイトカインの供給が減るっていうことが言われているんですけれども、おそらくこれが、まあ、種なし果実を増やす、影響につながるんじゃないかなというふうに、まあ、本書でも考察されておりますし、まあ、ただこの辺のですね、植物ホルモンの方はあまりこう、まあ、視認性がないというか、あまり見た目で判断できない部分なので、ちょっとね、分からない部分が多いんですけれども、まあ、そういうことが、報告されております。はい。うん。はい。で、まあ、本書でもいくつかですね、僕が今回動画で紹介していなかったメリットも挙げられているんですけれども、実はメリットもかなりあって、やっぱり時期とやり方を守れば収量が上がるし、今回未生樹でもですね、花が開花して、結構お得だよっていうことですね。で、種なし果実が増えるっていうことでデメリットで挙げさせていただいたんですけれども、これ裏を返せばですね、まあ、メリットにも、まあ、なり得るわけです。はい。一回り小さい果実ができるっていうことも、本書で紹介されてますけれども、まあ、種ありです。種ありで一回り果実が小さいものができるって言われてますけれども、これね、実は販売上有利だったりするんですよね。特に西インド諸島系の大きい果実なんかはですね、大きすぎて、まあ、輸送の、まあ、観点上あまり良くないとかですね、あと1回で食べきれないとかですね、まあ、こういった、消費者の観点からですね、ちょっと一回り小さい果実の方がいいよっていう需要が、確実にあって、なのでこういったものを、まあ、満たす、技術として知られていると。はい。あとですね、隔年結果も改善できるというふうに言われております。まあ、アボカドはですね、こう成年と不成年っていうのが、まあ、連続的に繰り返されるんですけれども、まあ、この環状白皮をこ、まあ、定期的な適切な時期にやることによって、ある程度こう、まあ、年間のですね収量をある程度獲得できるということが言われておりますので、まあ、この辺もですね、まあ、メリットになり得るのかなと思います。はい。うん。まあ、そんな感じですかね。で、今回ちょっとさらっと紹介させていただいたんですけれども、ちょっとオンラインサロンの方にですね、めちゃくちゃ詳しく、書いてます。はい。このメリット、デメリット、と、あと品種間の差みたいなところはですね、結構まとめて書かせていただいております。確か何番だったかな。ちょっと待ってくださいね。で、またサロンに入ってる方もですね、もう一回、読み返していただけるといいのかなと思います。で、今ちょっと環状白皮の時期じゃないんですけれども、まあ、環状白皮をして、半年後このような影響が出るよっていうことなんですけれども、まあ、今期の、9月10月もしくは、環状白皮をされるっていう方はですね、ぜひ、この動画を、まあ、もう一回見ていただくのと、あと、ナンバー56だった。うん。ナンバー56をちょっと読んでください。はい。環状白皮の光と闇っていうタイトルで、書かせていただいているので、ぜひ、読んでいただけるといいのかなと思います。環状白皮じゃなくてもですね、この花芽をつける処理として、例えばスカーって言ってですね、なんか
傷をちょっとつけてあげるとか、まあ、そういうこともですねこの花見誘導には効果的だと言われてます。ただやりすぎるとやっぱり受精の低下を招くので、まあ、このぐらいがいいと思います。で、9月10月11月ぐらいに環状白皮をするとだいたい 2,3 ヶ月ぐらいで融合が行われて、きちんと1本になりますので、そこら辺は大丈夫です。で、環状白皮のこの環状の幅がこの白皮の幅がですね、広いとおそらく、この開花時期ですね、だいたい1月から2月、の開花時期、までに、まあ、組織がですねきちんと修復されずに受精が弱まったままっていうことがあるので、まあ、この厚さ結構気をつけた方がいいかもしれないです。この辺のですね、このぐらいの、だいたいノコギリ、幅ぐらいがですねちょうどいいと思います。はい、で驚きですけれども、この木もこの木も未生樹です。で、こっちも2つですね花が咲きました。で、今年初めて花が咲いたのでもう本当にびっくりしてるんですけれども、こちらも環状白皮をしております。はい、結構花がね咲いてます。ただまあ、横のですねこちら接ぎ木のピンカートンですけれども、まあ、こんなにたくさんついてはないけれども、まあ、ポツポツとですね、咲き始めました。1年目の花っていう感じがありますね。はい、でここからどのくらい結果するかわからないけれども、まあね、楽しみにしております。こちらもですね、はい、環状白皮してます。こんな感じで、未生で綺麗なですね、幹をしてますね。でただ去年ですねこれ接ぎ木何回か挑戦して失敗してるんですよね。はい、なので、そこら辺の、まあ、なんだろう、気を切ったり、まあ、気を傷つけたりっていう行為がですねおそらくこういい方向につながったのかなというふうにも思います。はい、こちらも未生樹ですね。初めて、花が咲いたのでこちらもですね楽しみにしております。どんな果実ができるんだろうとかですね、まあ、味が変わってしまうので、まあ、どういった特徴が現れるんだろうというのがですねすごく、気になるところでございます。こちらはですね、接ぎ木もしておらず環状白皮も実はしていないです。はい、してないんですけどちょっとですね食い込みここら辺ちょっと気になるんですけど幼木をですね植えた時に、食い込みなんですけどこれ、まあ、ロープもちょっと食い込んでるな、ロープも食い込んでるけどこのですね、番号、木に番号を振ってるんですけどこのね針がね内側に入ってるんですよね。でこれがおそらく環状白皮みたいな、効果を出しているんじゃないかなという感じなんですけれども、これちょっと切った方がいいなこれはちょっと切った方がいいな。またこれ後でちょっと切りたいと思うんですけど、まあ、この辺の食い込みがおそらく、花芽の誘導に、なったんではないかっていう風な考察をしてます。はい、うん、ほら花が来てるでしょ。はい花が来てる不本意ながらの花芽の誘導が行われた。はい、そんな感じですね。初めて咲きました。初めて。はい、向こうもさっき2本紹介したんですけれども、向こうの高い木ですね、はい、ベーコンバリニ高い木、あれも、今年初めて、咲きました。はい、そんな感じです。ここの圃場はですね、4本かな、うん、4本、未生が、咲いたので、ちょっともう1個の圃場に行きたいと思います。はい、でもう1つの畑、に来ているんですけれども、この方もですね未生樹なんですけれども、これはね花が咲かなかったですね。ちょっと環状白皮をしたんですけどこれは咲かなかったですね。でこっちはおなじみのですね、未生の2年前からもう開花している木ですね。はい、はい、この手前の木も未生ですけれども花が咲いてますね。ここ見えるかなはい、かここにね花がほら来てます。見えるかな、ほら花ががっつり咲いてますね。わーすごい、来年からまた結構咲きそうですね。未生でも結構ねやっぱ開花季節いくつか、早いものもありますね。はい、うん、こんな感じです。はい、でこれもね、これ環状白衣したんだっけな、こっちはしてないね確か。うん、こっちは環状白皮、しておらず、まあ、何回か大切りして、花が全く来なかったという、そんな感じですね。はい、うん、まあ、でもこれも花が来て、とても嬉しいです。あとですねちょっとこの木もう結構花がかなり咲いてるんですけれども、こっちもですね未生樹の、まあ、こっち5年目かな、去年4年目で花が、ちょっとだけ咲いて、はい、結構ね面白かったんですけれども、こっちもオリジナルですね。で、まあ、こっちも今回環状白皮を、しました。するとですねぶわっと、
咲いてます、はい。去年から一応咲いてはいたんですけれども、ここまで綺麗に咲いていなかったです。もう本当ポツポツというレベルだったんですけれども、今年はね結構ブワッとね咲いてます、はい。こんな感じですね、うん、はい。すごいねこれも。で横にですね未生樹がまたもう一本あるんですけど、はい、次来しろや次来しろやって話だけど、はい、あのこれもでね環状白皮、していますけれども、あのまだこれは咲いてないですね。咲くのかな、もしかしたらまた、ちょっとこれもベーコンっぽいですね。あの非常に高い、あの縦に高い、ものになっているので、まあ、もしかしたらね、上側咲いてるかもしれないんだけれども、ちょっと目視では、見られない感じがありますね、はい、うん。そんな感じです。いかがだったでしょうか、環状白皮の様子を、紹介させていただきました。まあ、動画中でも少し触れましたけれども、まあ、いい面と悪い面が、きちんとありますので、まあ、この辺をですね、まあ、栽培されている、木の、様子と相談しながら、やってみてください、はい。いきなり全部にやるとですね、あの大変なことになると思うので、まあ、あの沖縄県では、まあ、10月11月とかですねやっても、問題はなかったんですけれども、おそらく本土の方で、この環状白皮の処理をするときには、ちょっと時期が間違えるとですね大変なことになると、思いますので、まあ、この辺もね、ちょっと、まあ、いろいろ試しながら、やってみるのが、いいのかなというふうに思います、はい。今回は環状白皮をしたですね未生樹の、開花の様子ですね、お話しさせていただきました、ということで、今回ここまでですね、ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタン、よろしくお願いいたします、はい。グッドマークですね、左下に、ありますので、こちら、ぜひお忘れなくですね押していただけると、とても嬉しいです、はい。あなたの1いいねがですね私たちの一日一日を作っていくっていうですね、そういったことが、まあ、言われておりますので、ぜひよろしくお願いします、はい。動画を撮ってる本人もね喜ぶと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、ということで、最後までありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。はい、皆さんいいねボタンね、あのもう最悪チャンネル登録がいいんでいいねボタン押してください、はい、いいねボタン、はい、いいねボタンお願いします、はい、忘れずに、はい、すごい大事なんで、すごい大事なんで帰ります。